皆さんこんにちは、アサヒパワーマネジメントです。今回ご紹介するのは揖保郡大子町にある中古戸建てです。こちらが今回ご紹介する物件の入り口です。雑草が生えてしまっていますが、お庭もとても広いですね。早速玄関から入ってみましょう。とても広い玄関ですね。正面のお部屋に入ってみます。玄関を上がってすぐのこちらのお部屋は6畳の和室です。隣り合うお部屋にも行き来しやすいような仕切りになっています。ここでくるりと一周回ってみましょう。では 4.5 畳の和室を通って台所へ行ってみましょう。こちらはコンパクトなキッチンスペースですね。広さは3畳となっております。続いて2階へ行ってみましょう。階段を上って左手の洋室は 5.5 畳です。こちら側は仕切りや畳が取られておりますが、手前の左手のお部屋から 3.5 畳の洋室、3畳の洋室、奥は左に6畳の和室、右には8畳の和室と6畳の和室が広がっております。押し入れもあり、収納スペースもありました。窓が多く光が差し込みやすいので明るい空間となっております。また1階へ降りてまいりました。こちらのお部屋は玄関から入って左手にある 7.5 畳の洋室です。こちらのお部屋にも大きな窓がありますね。続いて玄関前のお部屋を抜けて廊下の方に行ってみましょう。廊下に入ってすぐ左手にありますお部屋は7畳の和室です。さてどんどん廊下を進んでみましょう。しばらく進んで左手にありますお部屋は6畳の和室です。反対側にも廊下があり、キッチン横の 4.5 畳の和室からこちらの和室までつながっています。こちらには 9.5 畳の洋室と奥には5畳のキッチンスペースがあります。キッチン奥の廊下を進むと浴室とお手洗いがあります。
ちらも2階へ上がってみましょう。まず階段を上がって左手のお部屋ですね、 6.5 畳の和室があります。このお部屋には広めのベランダがありました。隣のお部屋にも行ってみましょう。こちらのお部屋は6畳の和室です。少し残地物で見えにくい状態ですが、奥には廊下がありお隣のお部屋と行き来できるようになっています。外のお庭も気になりますね。行ってみましょう。続いて納屋に行ってみましょう。納屋の1階は15畳のスペースがあります。納屋の2階も見に行ってみましょう。納屋の2階は10畳の洋室となっています。納屋に洋室というのも少し不思議な感じがしますが、下に浴室などがありますので、こちらもお部屋として使用されてたようですね。もちろん収納はたくさんできそうな空間になっています。とっても広いお家のルームツアーでしたね。いかがだったでしょうか。続いては物件詳細や周辺環境を見ていきましょう。周辺環境について見ていきましょう。近くには消防署やアグロガーデン、マックスバリュー、大市町役場などがございます。物件詳細です。15戸建て納屋付きの 19K です。価格は400万円ですが、変動する場合がございます。お問い合わせはこちらです。見学したい方や気になった方は、ぜひお問い合わせください。